どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ、ドーン、童謡の背比べです。これ5月5日に歌いたい曲でございまして、今ね2021年のゴールデンウィーク入ったところなんで、あとちょっとありますんで、これね今日はいいですよ。入門コード3つ C と F と G7 でアレンジしました。ガズレレ超絶簡単アレンジしたオリジナルバージョンでお届けしますので、この曲で今からウクレレ始めたら5月5日この曲歌えますから、はい。そんな感じで、まだ知らない方にもぜひこの動画、これでウクレレ始められるような感じで、もしやってる方いたらね、周りの方にも、お届けしてくれればいいかなと思います。この曲はね、もう歌い継いでいきたい。もう日本の宝曲ですから、はい。キッズたちに歌って、お年寄りの方はこう懐かしみんで、あらゆる世代で日本人だったらこれ歌えるという感じでね、まさかそれで入門コード3つでできるわけですから、もう超簡単アレンジです。やっていきましょう。それでもですね、いつものように2バージョンやろうと思います。最初のバージョンはめちゃくちゃゆっくりやる。もうほんと初心者さんこれでできますぜというもう超簡単バージョンやります。で、後半はですね、そこにまたリズム、ちょっと弾き方を加えてアレンジして、ちょっとこうかっこよくできるようにしているかっこいいバージョンやります。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽をやりたかったけどチャンスがなかったですとか、やったんだけど私難しくて挫折しちゃったとか、そんな方がですね、あっという間にウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがございます。このプログラムを見て、今もう全世界中の方がもうね、もりもりウクレレで音楽始めてます。もうね、つい先日チャンネル登録者の方も15万にオーバーしていただきまして、もう大変ねご活用いただいていると思うんですけど、皆さんもねもうあっという間にできますよ。はい、でもうちょっとしたらここにリンクあります。このプログラムの入り口のリンクなんですけど、ここに行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間にできるようになりますからね。 YouTube 動画なんで無料です。今すぐ始めましょう。今日の曲なんてまさに入門にぴったりですから、はい、どんどんやっていきましょう。はい、ここがそのリンクです。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたあらゆる世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画の課題曲、すでに1600曲ぐらい言いづらい、もうアップロードされておりますから、これからねどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。はい、そして注意点があるんですけど、この曲はですね、いつもこのワンブロックね、今日こうブロックがあるじゃないですか、いつもワンブロックに4回弾いてくださいという約束なんですけど、この曲3拍子の曲になってますんで、ワンブロックコード3回弾きます。ここ覚えておいてください。1、2、3、1、2、3、1、2、3、こんな風にですね、リズムを取るってことを覚えておいてください。それでは早速やっていきましょう。5月5日に歌いたい曲、背比べ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくり初心者バージョン、やってみます。 1、2、3、 せーの、はい。Yeah.
背比べ、ガズレレシンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。出てきたコード、本当に3つだけだったでしょ。そして3拍子がキーポイントですね。1、2、3、1、2、3。はい、これを慣れるとね、結構あの同様にはね、3拍子って結構多いパターンなんで、これをゆっくり弾いて、まずはこれのシンプル簡単バージョン歌ってみてください。これはですね、一応2番までやって、一応フルコーラスバージョンなんでございますけれども、まずはですね、皆さん慌てずに今やったシンプル簡単バージョンと一緒になんとかこう追いついて合わせてきてください。コード3つね、しっかり頭に覚えておかないとちょっと間に合わないかもしれないんですけど、そこが面白いところです。はい、でまずね、それ合わせてもらって、それその次のステップがあるんですよ。その次のステップっていうのは一体何かというと、 YouTube と合わせるんじゃなくて、今度はご自身一人だけで演奏してみるのがいいと思います。だってこれね、5月5日にね、キッズとかの前で歌うときに、やっぱり YouTube 一緒に見ながら歌うわけにはいかないですから、まずじゃあ、まず最初は楽譜とか見ながらね、やったらいいと思う。そのうち覚えちゃうといいと思うんですけど、じゃあその楽譜ってどこにあるんですか、どうやって用意しましょうってことなんですけどね、今の演奏はですね、ガズがこうやって書いて、背比べ、はい、これを見ながら今演奏したんですけど、この楽譜そのものを今からカメラにこんな感じで大写しにして、皆さんこんな感じで書いてみたらいかがですかってシェアするんですけど、今このサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の聖比べを含むガズが今までも書いて書いて書きまくってきても膨大なもう山ほどある楽譜、ノート楽譜のストックの中から、毎月5曲皆さんがやってみたいな、面白そうだなというふうにチャレンジしてみたい曲の楽譜をダウンロードしていただいて、即座に家で練習できるという、そういう画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている、毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれ勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にね、リンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。背比べ同様ですね。はいはい、鯉のぼりも浮かんでおります。コード3つですよ。そして3拍子の曲、はい、この時点でいろんな情報があるんですけど、はい、なんでここを見てもらうと、今イントロですけど、1、2、3、1、2、3、1、2、3みたいな感じで進んでいきます。ちょっとここ面白いですね。イントロ5ブロックあるんで、ここでちょっと溜めてから歌が入るという、ここはもうね、説明も何もこれ超シンプル曲なんでね、はい、ここがここまでで 1番なんで、これ一時停止してちょっとメモっちゃってください。で、動画の演奏動画のシーンを一時停止して書いてもらうのもいいかと思いますし、あと先ほどご紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜そのもののね、データをダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。まあ、とにかく楽譜用意しましょう。それで練習していくのがいいと思います。はい。これはもうシンプルなので、歌もね、もう本当に特徴的なメロディーと、この印象的なこの、あの言葉とメロディーでもう歌えると思いますけどね、皆さんね、さすがにね。はい。この辺がね、ちょっと、こんなメロディーだったなって僕のね、思い出した感じだったんですけどね。はい。で、これが1番です。で、2番は、ちょっとね、スペースの関係で全く同じコード進行で歌詞だけ変わっていますので、はい。ちょっと見づらい方は、ここのか、
コードを書いちゃって歌詞だけ書き足すといいと思います。これ歌詞が変わってるだけですからね。はい。なんでシンプル曲ですよ。これだからウクレレ入門の方に最高。入門コード3つでできるゆっくり。で、歌もね、もう皆さんご存知だと思いますから、ぜひ挑戦してみてください。それでは出てくるコードをご紹介します。まあ、こうさっきから出てますけど、今日はこの3つだけです。C と F と G7。やったー。これはもうウクレレ習ったその日に覚える超絶入門コードです。一応レクチャーしましょう。C は一番下の3番目だよ。一番下の3番目。F はこことここ。はい。こうやって押さえて、斜めだよ。斜めのイメージ持ってくださいっていつもガズレレでは言っております。この斜めのイメージ。で、G7 っていうのは、こことこことここの三角形で、はい。これイメージは三角形ですよ。 F から行く場合はこうくるっとちょっと角度つけてここに三角形こう押さえる。この三つ、この三つだけですかね。ここ C、F、はい、G7、はい、G7 の時にくるっとひねる、人差し指を中心に回転する、はい、これがキーポイントだといつもお伝えしておりますけど、これは先ほど紹介した、ウクレレ初心者レッスンはここ行ってくださいっていうところでも一番最初にご案内するコードなんで、ぜひトライしてみてください。そしてこの曲ウクレレ弾ける方はね、ウクレレデビューしてほしい方にこの曲で練習してもらうとかもすごく最高だと思います。はい、横に広げるのも楽しいことでございますので、ぜひ皆さん、お願いいたします。はい、そしたらですね、これからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。いつもここではね、この今のシンプル簡単バージョンで歌をしっかりね、歌い込んでかっこいいバージョンの練習に入っていきましょうっていうことなんですけど、この曲はね、もう本当に誰しもが歌える歌だと思いますので、それはまあ今日はいいでしょう。はい、じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではですね、コード。全く一緒でいこうと思います。コードは一緒なんですけど、ちょっと弾き方をね、変えてみようかなと思います。今日出てくる弾き方は、はい、ドン。三拍子のアルペジオと三拍子のストローク。これはですね、特に解説動画をね、今上げてないんで、今後もしかして上げるかもしれないですけど、結構簡単ですから、やってみましょう。普通の基本のアルペジオはでも参考になるな。あ、じゃあ一応ですね、アルペジオと、8ビートのこの二つの弾き方が参考になると思います。この二つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの一枚で、アルペジオと8ビート、ちょっとね、これ、楽器演奏、ウクレレ演奏の結構いろはの弾き方なんで、まずその二つちょっと練習してもらうといいかもしれない。それぞれのアルペジオと8ビートの濃厚解説レッスン動画がもうアップロードされてますんで、そこにね、ちょっとやってみてください。それが基本になりますんで、それを踏まえて、じゃあ三拍子のアルペジオから解説します。C をコード押さえたら、1弦と4弦をまず最初弾きます。あ、一応確認しておくと、人差し指、あ、じゃない、一弦って地面に一番近い弦ですよ。一弦が中指です、中指。二弦が人差し指。三弦、四弦が親指を使うという、こう、スリーフィンガースタイルでいこうと思います。それで C をコードを押さえて、一弦と四弦を同時に弾きます。一、四、次、三、次、二、三、一。これでワンセット。一、四、三、二、三、一。1、4、3、2、3、1。今言ってる数字は弦の数字ですよ。1弦と4弦同時に弾いて、3、2、3、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい。これを数字で表すとこんな感じになります。この数字結構参考になると思うんですね。1弦と4弦を同時に弾いて、次、3弦、2弦、3弦、1弦。こんな感じで、タン、トン、タン、トン、タン。これで歌ってみると、柱の傷は、おーと、こんな感じになります。これ、一番はこの弾き方でいこうと。で、三拍子のストロークっていうのは、じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃじゃじゃん。手首柔らかくして、じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃじゃじゃん、1、2、3、1、2、3。こんな感じでやると、ちょっと滑らかな感じになりますよね。いや、この三つ弾きもいいんですけど、この、じゃん、じゃか、じゃんってやることで、ちょっとだけ、ノリが出るかなと。2番は3拍子のストロークでやってみようと思います。この2つの弾き方でやるだけでね、結構イメージ変わってくると思います。もちろんね、3つ弾きでね、最初のシンプル簡単バージョンの3つ弾きでも本当に十分だと思いますけど、ちょっとね、こう、ほんわりさせたい、みたいな時にこの弾き方を変えるだけで結構表情が変わるということをご体感していただけるかなと思いますけれども、まあ、この曲はですね、この、いろんな方に歌ってあげるというか、その季節をね、感じるっていう時は、まあ、最初の初心者版の三つ弾きでも十分だと思うんですけど、ちょっとリズムトレーニングとしてこういうの取り組んでみるのもいいかなというふうに思うんですけど、ちょっとね、まあ、いろんな意味も込めて、かっこいいバージョン、背比べ、やってみようと思います。二つの弾き方で、三拍子のアルペジオと三拍子のストローク、ちょっとやってみてください。それでは、かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、1、2。はい。ねせーの。
のことやっと羽織の紐の丈柱にもたれがすぐ見える遠い小山を背比べ雲の上まで顔出して天で背伸びしていても同様の背比べかっこいいバージョンやってみました。ちょっと弾き方変えるだけでね、ガラッと表情が変わるでしょ。ここがね、音楽やってる、ウクレレ音楽やるところのね、こう、面白さっていうか、豊かさっていうかですね、ポップですよね。なんか、だからこんなのがね、また自分でコントロールできるようになるところも、また音楽を自分で奏でる、楽しさのうちの一個なんでね、こう季節の曲をなんか弾きたいムードで、こう、その時の感じで、アレンジして歌っちゃう。これぜひおすすめでございます。はい。大きい声で歌っていきましょう。そしていよいよ明日です。5月3日の14時から、この今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルで、ガズレレ生配信ライブを開催します。はい。これどなたでも参加できて、完全無料ですので、もしゴールデンウィークちょっと時間あるなという方、ステイホームに、なってますからね。もしお時間ある方、ぜひぜひ、参加していただいて、いろいろチャットに参加してもらったりとか、もしね、合わせられればなんかセッションとかするのもいいかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。これ、ガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。